はい、皆さん、こんにちは。まさやんです。さあ、今回は、打ち消し水量の助動詞、ジ。これを見ていきたいと思います。でね、これ、訳し方で万能なのが、何々まいっていう訳です。実は、打ち消し水量とは言うものの、打ち消し水量と、打ち消し意思っていう二つの意味があります。で、訳す場合は、まあ、まいって訳しておけば、問題ないんだけれども、意味聞かれたら困るね。そういう時は、主語で判断するようにしていきましょう。では、見ていきましょう。はい、今回もいつものように右側に助動詞一覧表の一部を切り取ったものを載せておきました。みんなは学校でもらった文法書なんかをね、見ながら聞いてもらえるといいかなと思います。さあ、この助動詞ジは接続は未然形です。意味は打ち消し意思と打ち消し推量、この二つがあります。活用は〇〇 GGG 〇というふうに活用します。さあ、では早速その意味と訳し方と意味の見分け方を見ていきましょう。まず一つ目、打ち消し意思。これは何々ないつもりだって訳します。二つ目、打ち消し推量の方は何々ないだろうっていう訳になります。でも実は最初に言ったように何々まいっていう訳があって、実はこの訳両方に共通します。だから訳に関しては、まあ、何々まいっていう風に訳しておけば OK なんだけど、意味聞かれたら困るよね。これどっちって。さあ、そういう時は主語で判断しましょう。主語が一人称だったら打ち消し意思。それ以外だったら打ち消し推量っていう風になります。さあ、実際に確認してみましょう。京にはあらじ。東の方に住むべき国求めに、とで行きけり。さあ、ここでこの字の意味聞かれた場合、さあ、どっちだろうって考えるんだけども、ここに、とで行きけりってあるよね。これ、と思って言ったわけなんだけども、誰がこういうふうに思って言ったのか。はい、これは、自分です。一人称。だから、打ち消し意思になります。はい、では左側。月ばかり面白きものはあらじ。この下の字は一体何かなって考えると、これは月ばかり面白きものは、ここが主語になります。月ほど趣深いものは、これが主語になって三人称ということがわかります。ということで意味は打ち消し推量だよっていうふうに判断しましょう。はい、ということで今回は打ち消し推量の助動詞ジ見ていきました。まあ意味がね、2つだけだったので分かりやすいかなとは思うんだけれども、実際にこれは本文に出てきた時にきちんとどっちの意味なのかを意識して訳せるかどうかが大事です。ということで今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。